メドガー・エバースは、アフリカ系アメリカ人の公民権運動家である。NAACP ミシシッピ州支部委員。1963年6月12日に、白人優越主義組織白人市民会議のバイロンデラ、ベックウィズに暗殺された。1925年7月2日、ミシシッピ州、リケーターの農家に生まれる。1943年、陸軍に入隊。 ノルマンディ上陸作戦にも派遣され、1946年に名誉除退する。1948年、アルコーネーエカレッジに入学し、経営学を専攻する。在学中に、大学の後輩マイリー・ルイス・ビーズリーと結婚し、1952年に卒業する。卒業後は、フィラデルフィアに移り、保険のセールスマンとして働き始め、 NAACP にも所属する。1954年、ミシシッピ大学ロースクール入学を申請するが、拒否される。シュートジャクソンに移り住み、NAACP ミシシッピ支部のフィールドセクレタリーに就任する。黒人の有権者登録運動、でも、黒人差別を行う企業へのボイコット運動などを行う。1955年8月に起きた。 黒人少年、エメット・ティル殺害事件の調査にも尽力する。この事件に関連する報道で、NAACP と白人市民会議の対立が注目され、エバースは、ミシシッピ州における公民権運動のリーダー的存在となる。狂気として用いられた M1917 ライフル1962年9月、黒人男性、ジェームズ・メレディスの転入をめぐり、ミシシッピ大学で、 暴動事件が起こる。1963年5月、メレディスを支援し続けたエバースの声明がテレビで放送され、顔が知れ渡る。数日後、自宅敷地内で放火事件が起こる。6月11日夕方、ジョン・カイ・ケネディ大統領が大統領執務室から公民権についての演説、公民権に関するアメリカ国民への報告を行い、全米にラジオテレビで放送される。 これにより、以前から身の危険を感じていたエバースは、さらに大きな危険を感じたことを家族に伝えている。12日午前0時40分頃、NAACP の弁護士との会合から帰宅し、車を出たところを、茂みに隠れていた白人市民会議所属のバイロンデラベックウィズに、ライフルで狙撃される。銃弾は、背中から胸を貫通し、搬送された病院で死亡が確認された。 現場に残されたライフルからグリーンウッドに在住するセールスマンのベックウィズが割り出され21日に逮捕された。アーリントン国立墓地で軍装が取り行われ埋葬された。NACP a フィールドセクレタリーは兄のチャールズが引き継いだ。ベックウィズは殺人罪で起訴され一審、二審とも二死刑が求刑されたが結論が出ず有罪を免れる。 1989年に最新請求の機運が高まり、1994年2月に有罪判決が下る。その後、ベックウィズは2001年に80歳で告示した。ありがとうございます。